これから始まるのは食卓を彩る新鮮食材のプレゼンテーションプログラム。番組の後はぜひお近くのナイスへ。旬菜キッチン。この番組はいい暮らし届けたいナイスがお送りします。この日は親戚が4人集まるでしょう。宮野さんこんにちは。あ、ふうかさんこんにちは。あ、夏休みの計画ですか。はい、この時期やっぱり親戚や友人と集まることも多いんですよね。お料理もマンネリにならないようにちょっと気を使ったり大変ですよね。そうなんですよ。いつもと同じでいいって言われてもそうもいかないですからね。そうですね、わかります、うん、ということで今日はこちら、ナイスおすすめおもてなしメニュー。助かります。何かと集まりの多いこの季節、みんなで食卓を囲んで笑顔になれるナイスおすすめのおもてなしメニューをご用意しました。例えばこちら、本マグロ中トロ入りお刺身盛り合わせです。高級ネタ12点をずらりと揃えました。豪華ですね。中トロの脂の乗りがすごいですね。続いてご予約限定のスペシャルオードブルはいかがでしょう。和洋中を取り入れた大人から子供まで楽しめるオードブルです。どれも美味しそう。ボリュームもありますね。そしておもてなしに欠かせないこちらのメニュー、ご予約限定特選握り寿司5人前です。10種類のネタが入ってお好きな味を楽しめますよ。アナゴにホタテにサーモンに、これはみんな笑顔になっちゃうやつですね。ご試食ご用意したのでどうぞ。それではいただきます。うん、アナゴタレとの相性もバッチリ、美味しいですね。華やかなお寿司を楽しみながら会話も盛り上がりそうですね。この時期に嬉しいナイスのおもてなしメニュー、皆さんもぜひお試しください。